はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日も美咲の部屋ということで、はい、今日も美咲さんがお下げのアレンジをちょっとやってくれました。はい、まあ、ニット帽だったり、まあ、いろんな帽子にも合うかなと思うんですけど、まあ、ちょっと可愛らしい雰囲気で、で三つ編みなんですけど、ちょっとワンポイント加えた三つ編みで、まあ、自分でできるように簡単にアレンジしてますので、これから冬、はい、ね、寒くなった季節、よかったらこの方法でやってみてください。はい、はい、お願いします。それでは動画スタート。ドットのオイルをつけます。毛先中心にしっかりとまとまりが出るぐらいつけていきます。後ろで半分に分けます。耳後ろでもう半分に分けます。サイドの部分を三つ編みをしていきます。毛先を少し余らした状態でゴムで結んでいきます。もう半分の髪の毛も同様に三つ編みをやっていきます。もう一度ゴムで結んでいきます。横の部分をほぐしすぎると崩れやすいので、なるべく縦のラインでほぐしていきます。三つ編みの裏面ですね、もう同様に縦のラインでほぐしていきます。後ろの三つ編みも同様に真ん中のラインをほぐしていきます。裏側も同様にほぐしていきます。これを巻きつけていくんですけど、内回りだとちょっと顔周りにもたつきができるので、サイドの部分を外回りにして巻いていきます。ゴムで結んでいきます。帽子をその上からかぶって完成です。こんな感じでできました。普通の三つ編みだけだと少し幼く見えてしまうので、ワンポイント加えるだけで大人っぽくカジュアルな可愛いお下げになると思います。よかったら参考にしてみてください。バイバイ。